です。今日はナスとチキンのトマト煮をシリコンスチーマーで作ります。シリコンスチーマーで作るのでとっても早くできて簡単です。じゃあ早速やっていきますね。ではまず水にさらすナスから切っていきます。蓋を取って3箇所皮を剥きます。ナスとチキンのトマト煮って言ったんですけど、鶏肉が少ししかないのでソーセージを加えます。今日使うのはナスと鶏肉とトマト缶と新玉ねぎ、これがメインになります。あとはちょこちょこ調味料など。そしたらナスは輪切りにしていきます。あんまりちょっとフレッシュなナスじゃなかったので今回もちょっと皮が剥きにくかったです。そうですね、2センチぐらいで水にさらします。から次に玉ねぎです。半玉使いましょう。今日はこっち切りの気分です。っていうかこっち切りが好きなんですよね。でもこれじゃあまりにもでかいので3等分にします。1センチ幅ですね。あとはソーセージ切っておきます。尾は落として斜めに2等分します。材料以上です。では食べます。あ、待機させてたインゲンです。冷凍のインゲンは終わった後に飾りに使います。まずここにトマト缶を。じゃあ何、あ、そう、缶詰の音に反応しちゃうのね。ね、トマト缶だから、トマト缶だから。ここにトマト缶を、半分ぐらい入れます。ちょっと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 。そしたらここにコンソメ小さじ1入れちゃいます。で、ブラックペッパー、バジル1つまみ、鷹の爪もこの程度入れて混ぜて、そして煮込むわけじゃないのでトマト缶の酸味が抜けきらないと思うのでお砂糖を1つまみ入れましたら、あとは材料を入れていきます。多分これは半分ないぐらいの鶏肉、玉ねぎ入れます。ここでお野菜分のお塩1つまみ程度。そしたらここにソーセージを入れます。そしたら香り付けにオリーブオイルを一回します。忘れちゃならない。フライドオニオン、これで600ワットのレンジで6分加熱してみます。電子レンジってどうしても上下の温度差があるんで、じゃあ6分加熱していきます。あなたトマトまで食べたいの。余ったトマト缶なんですけど、ちょうどパスタが1人分でリッチに作れるぐらい余ってます。なんか色移りしそうで嫌なんで、私いつもラップ引いちゃいます。それでふわっとこうやって、もう使えないじゃんこのさじ、このようにして冷凍します。あんた洗ってよって。はい、6分上と下を入れ替えるようにかき混ぜて、あ、そう、ニンニク入れたかったの。これはお好みです。じゃああと4分ぐらいいってみましょうか。6分やってかき混ぜて4分、いい感じになってます。そしてここに、すいません、カロリー爆弾、はい、これであとチーズを溶かしたいので1分やってきます。イエーイ、ナスとチキンのトマト煮カロリー爆弾完成です。そりゃたまらんでしょ。さあ食べるよ。イエーイ、いただきます。うわ、うん、ほんとこれ簡単。はい、すっごく美味しかったです。そして超簡単でした。ぜひ
シリコンスチーマーをお持ちの方はお家に眠ってるとかいう方はやってみてください。そして今日の残り、もし娘が食べなかったら明日パスタにしようと思います。じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。